総合化学メーカーデンカ。デンカグループで製造販売をしているプラスチック製品はポリスチレンなどのスチレン系樹脂で、液晶テレビ、コンビニのお弁当やスーパーの惣菜を入れる容器、ヨーグルトや乳酸菌飲料の容器といった皆さんの日々の暮らしの中でとても身近なところに使われています。私たちデンカは設立以来100年を超える日々の研究開発、製造、販売などの事業の中で人々の暮らしを陰で支える製品を社会に提供するとともに、持続可能な社会への貢献と安全、安心、快適な暮らしの実現に取り組んできました。持続可能な社会を実現するためにはゴミ問題の解決が不可欠、廃棄プラスチックの処理問題もその一つ。しかしプラスチック製品は今や私たちの日常生活になくてはならないものとなっています。デンカは今、科学の力で世界をより良くするスペシャリストになるというパーパスのもと、世界に誇れる科学でこの社会問題の解決に向けた一歩を踏み出します。その答えの一つとして取り組みをスタートしたのがケミカルリサイクルです。ではケミカルリサイクルへ取り組むことがミッション2030の実現に向けてどのような価値を創出するのでしょうか。デンカポリマーソリューション部門原部門長にお話を伺ってみました。当社のケミカルリサイクルの取り組みはですね、新たな価値を創造するという位置づけにあります。まあ、ある意味当社の新しい武器になるというふうに考えています。プラスチック製造業として、この取り組みをやらないということはありえないという義務感もあるんですけれども、それに加えまして新事業としての位置づけでもって、このプロジェクトを進めて、それが社会に貢献すると、引いては当社の事業に貢献するということを考えています。ではケミカルリサイクルとはどのようなものでしょうか。まずプラスチックのリサイクルは3つの方法があります。1つ目はマテリアルリサイクル。廃プラスチックを砕いて溶かした後、製品の原料として再利用するリサイクル方法です。廃プラスチックのおよそ 20% を再生利用する方法で広く用いられていますが、一部品質的に用途に制限があります。2つ目はサーマルリサイクル。廃プラスチックを燃やして熱エネルギーを回収したり固形燃料にするリサイクル方法です。廃プラスチックの 60% がエネルギーとして回収されていますが、単純焼却なので二酸化炭素の排出が多くなってしまうという課題を持っています。そして3つ目がデンカが取り組むケミカルリサイクル。プラスチックを熱分解して原料である単量体モノマーに戻し再利用するリサイクル方法です。再利用する時の用途に制限がなく、何度でも再生することができ、プラスチックのリサイクル方法としては大変有効といえます。様々あるプラスチックの素材で代表的なものの一つがポリスチレンと呼ばれる合成樹脂。ポリスチレンは石油をもとに作られており、80年以上もの間プラスチック製品の主な原料として使われてきました。ポリスチレンの国内需要の 60% が食品トレイなどに使われていますが、家庭などで燃えるゴミとして捨てられて焼却されてしまうことが課題でした。しかしケミカルリサイクルは通常品と同じ性能、同じ品質のポリスチレンを得ることができ、安心安全にポリスチレン製品をリサイクルできる技術なのです。ケミカルリサイクルのポイントとなるのは使用済みポリスチレンをスチレンモノマーにする工程の熱分解にあります。ポリスチレン樹脂は熱分解しやすい特性を持っており、この熱分解によって使用済みポリスチレン樹脂を幅広い用途でより効率的かつ高品位にリサイクルできるのです。ケミカルリサイクルの CO2 削減効果は単純焼却と比べて約 40% の CO2 削減ができるという試算結果が出ています。ポリスチレンのケミカルリサイクルにより CO2 排出を削減し、廃ポリスチレンをリサイクルして保管することでポリスチレンの資源循環を推進していくことがデンカの新たな取り組みです。これらの取り組みや研究・検証結果に基づき、
電化及び電化関連会社の東洋スチレン株式会社は、この度米国アジリックス社との技術ライセンス契約を経て、2024年3月千葉県市原市に年間処理能力約3000トンを持つケミカルリサイクルプラントを建設しました。プラント建設の流れをご覧ください。ケミカルリサイクルプラントの稼働に伴い、電化グループと千葉県市原市は共同で市原市民から使用済みポリスチレンの回収を実行し、ケミカルリサイクルへの活用を図っていきます。それではケミカルリサイクルプラント完成にあたっての思いをプラント建設に取り組んだメンバーに聞いてみましょう。自分は1年目からこのケミカルリサイクルプラントの建設工事をずっと3年目まで担当してきて、自分が取り組む初めての大型のジョブになってるんですけども、海外からの輸入機器の対応だったりだとか、実際の工事現場の対応だったりとか、多くのことを学びながら成長することができたかなと思います。また多くの工事現場の方や先輩方の支えもあって、ここまで形にすることができたかなと思ってます。自社内でリサイクルを完結させるっていうところは、スチレンのこれからのサプライチェーンの中でも大きな影響を及ぼす位置づけになるかなと思います。私はポリスチレンケミカルリサイクルの啓蒙活動の業務を担当しております。ポリスチレンの循環利用には我々の技術だけではなく、市民の皆様や自治体の方々の協力がなければ成り立ちません。そのために市民の皆様にポリスチレンは捨てるものではなく資源であるということを理解いただいて、自治体、市民、皆さんそれぞれ一人一人がリサイクルに関心を持ってリサイクルに協力していただくことで、ポリスチレンの資源循環を実現させたいと思っております。私がこのプロジェクトに参加して4年目を迎えます。実際にこの建設したプラントをですね、実際に見て非常に感慨深い思いをしております。このプロジェクトに協力してくれている、たくさんの方々に非常に感謝しております。当社はスチレンチェーンを今後も維持発展していくために、リサイクル技術、特にケミカルリサイクル技術をですね、導入することが必須だと考えております。しっかり立ち上げていくためには一つ一つ確認をしていく必要があります。社内、お客様、行政はじめとした近隣の皆様と協力して、循環型社会の実現に向けてしっかり取り組んでいきたいと思っています。このサーキュラーエコノミーを実現するというこのゴールに対してですね、ケミカルリサイクルのプロジェクトというのは、序章に過ぎないという位置づけでございます。個社、一つの会社が新しい何か発明をしてこんなことができるようになりましたよというようなことで、このサーキュラーエコノミーが実現するとは考えておりません。政府、地方自治体、いろんな企業、それから業界団体、もう様々な組織が全部が参画をして社会システムそのものを作っていくというものであるというふうに考えております。千葉県市原市、 SDGs 未来都市である市原市が2050年のカーボンニュートラルの実現に向け取り組んでいる市原発サーキュラーエコノミーの創造において、電化グループは市民、企業、行政が一体となったプラットフォームへ参加しています。市原市ではポリスチレンからできている使用済み食品トレーなどを素材として回収し、日本初の資源循環の取り組みに公民連携で挑戦していきます。今回の取り組みについて市原市の小出市長にお話を伺いました。市原市長の小出ジョージです。市原市は昨年市政施行60周年を迎えました。市原市のコンビナートは石油化学を中心とするコンビナート群でありますので、実は CO2 の排出量が大きい産業だというふうに言われております。だからこそ率先して市原市が取り組みを進める、そういう強い意気込みを持って電化グループさんと取り組みを進めようとしているところであります。市民の皆様へのお願いです。サーキュラーエコノミーの市原モデル、何が何でもこれを実行していきたいというふうに思っています。それには市民の皆さんの食品トレを含めプラスチック製品が資源になるんだと、そういう思いを共有していただき、市民の皆さんからスタートする資源循環型の社会の構築のために、ぜひ協力をお願いいたします。
デンカは総合化学メーカーとして持続可能な社会への貢献と安全・安心・快適な日々の暮らしの実現のためにケミカルリサイクルプラントの稼働をスタートし、次の社会実装に向けて脱炭素・循環型社会の構築に取り組みます。デンカはこれからも科学の力で世界をより良くするスペシャリストになるというパーパスのもと、世界に誇れる科学で人々の暮らしと社会に貢献し続けます。